そうだ、なんかね、ニュースにしようかめっちゃ悩んだんだけどさ、なんか最近おはすばでスバルがなんかミオちゃんが冤罪食らったみたいな話してたじゃん。もう運営さんがうんぬみたいな、スバルとうちでちょっと運営さんと待ち合わせをしてて、待ち合わせ、なんていうの、収録的なことでディスコードに集合したんですよ。それで収録するために2人で集合して待ってて、でおっせえなみたいなで、なんか、待ち合わせ時間に運営さんが全然反応しなくて、2人でお疲れ様でーすって入ってったんだけど全然反応がなくて、で向こうからの声は聞こえてたの、でもね全く何にも返ってこなくて、でもしもーしとか2人で言ってたんだけど、あれ？なんか全然向こう、もしかして聞こえてなくね？うちらの声みたいな感じで言ってて、でもスバルの声は聞こえるよみたいな、でスバルもミオシャの声聞こえるみたいな感じで話してて、それでなんか、え、ちょっとさ、ギリギリなんか言ったら恥ずかしいみたいなこと言おうみたいな感じで、なんかチキンレースみたいなのを勝手にスバルが始めて、なんかスバルが突然大きい声でなんかうんちうんちみたいな感じでめっちゃ言い出して、おいおいおい誰が聞いてるかもわかんねえ場でうんちうんち言うのはやべえよと思って、うちがちょっとスバルうんちうんち言うのやめなよみたいな感じで、うんちうんちやめなーのうんちうんちのところがからちょうどスタッフさんの声が返ってきてて、え、ミオさんうんちうんちってどういうことですかみたいな感じになっちゃって、いやうちじゃない、うちじゃなくてスバルがみたいな感じで言ったら、スバルがミオシャーとか言うから、ちょっと待って、うちが言ってるみたいになったじゃんみたいな、そういう流れがあったんですよ。もうマジタイミングでしたね、最悪のタイミングで入ってきたなみたいな、もう最悪でしたね。しかもスバルがもうその後一貫して、もうミオじゃない、うんちうんちなんてみたいな感じだったから、もう完全にこすりつけられて、もう最悪でしたねとばっちり、とばっちりもいいとこですよ本当にはめられたよまあそんなことがねありました。はい、冤罪ですね、冤罪冤罪。イエーイ、はいはい、うーポンポン、うーせーの、ゴーゴーレッツゴー。